しもし、佐藤太郎です。今回なんですけども、世界で一番難しいゲームをやっていきたいと思います。今回は、ステージ中、最終ステージ、こちらをやっていきたいと思います。今日でね、このゲーム終わりにしたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いします。それではやっていきましょう。はい、ということで、ステージ中ですね。前回、ちょっとだけミスったと思うんですけども、宇宙のコースということで、マジでむずい。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ここをこうやっていくことで、はい、最初はいけるね。最初はいけて、ただ次なんですよ。次がどうなのかっていう話。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。はい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 。はい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 。はい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 。で、次だ。次もね、ここが結構鬼門なところ。ここ、ちょっと行こう。ちょっと待って、難しい！難しすぎる！さあ、こっからよ！こっからこの太陽のとこよ。落ち着いていこう。何やってんのマジで。さあ次です。ここなんです。鬼門はここなんです。行こう。ここだな。よし、やってここだな。無理や、そんなの、そんなの無理だよ。はい、これストップ。結構ね、やっぱサワイアンゲームさんのパクリと真似だと言われます。確かにサワイアンゲームさん真似してます。はい。今だけはさせてください。本当に。よろしくお願いします。あ、もう。真似はね、本当にね、させていただいてます。喋り方、まあ、喋り方どうなんだろう、似てるのかどうかわかんないけど、喋り方はちょっとわかりませんが、編集とかは確かに、似させていただいてます。もうめちゃくちゃ最初から好きだったので、始める前から好きだったので、もう今似させていただいてますね。はい。マジで。本当真似させていただいてます。もう確定演出とかね。そういうのやらせていただいてます。よろしくお願いします。ちょっと今後ともよろしくお願いします。行きましょう。やばすぎ！ただめちゃくちゃね、やっぱり叩かれるよね。パクリだなんだと。なんかタグつけてないとかね。なんかつけて、なんかそれさ、まじタグさ、サワヤンリスペクトとかさ、サワヤンゲームズってさ、こうシャワ、なんかこう、タグつけたんですよ。タグつけたら、いや、売名行為草みたいな。そういうやつがいてさ、は？みたいな。で、逆にさ、いや、もうなんかそういう確定演出とかやってんだったら、なんか、タグつけろやみたいな。そういうやつもいてさ、どっちだよみたいなね。そういうの起きて、マジでキモいよな。はっきり言って。ちょっと待って、これ行こう。行っちゃう。今。オッケー！なんでやねん！ふぅー！オッケー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 。はいはい。次。ここ押せ、焦る。やーな！だから下を押せ、俺は！そこだけは気をつけていく。今。はい。こういうことです。で、これもちょっと早めに行っちゃう。よし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 、オッケーオッケーオッケー、初めて行った。待って、次は何だ。なるほど、そういうことか。ここだな。いやー、はいはいはい、これで先行く。はい、オッケー。さあ次です。ここです。ここが結構な鬼門になってくる。ただあの大きいやつを追ってけばいいんじゃないかと。はいはい、クリアです。はい、次です。次は何だ、何だこれは。ただこれ行こう。はいはいはい。ここは楽でしたね。はい。出ました、ここです。はい、ここですね。これね、多分、引力だな。スーってこう。うわー、やばい！さあ、ここですね。ここです。ここです。行きましょう。シュッ。戻ってまいりました。ここですね。なかなか難しい。ギュイーンって言ったら、多分一瞬で戻す。こう。うわ！さあ、次ここです！ここが鬼門なんです！シュッ。うわぁ！はい、戻ってまいりました。ここですね。このままビュンっていっちゃおうか。ビュン。あ、いけた！いけた！あ、全然余裕でいけるじゃん。ごめんなさい。全然余裕でいきます。あ、で、これスイッチ系だ。難しい。ここは上の方からこう行った方がいいんですよね、正直。いきます。もうギュインって言ったら抑える。ギュインって言ったら抑える。ギュインって言ったら抑える。よし、オッケー。で、ここで耐えたので、ここ慎重に行こう。落ち着け。え、待って。無理やん。だー、ここです。ここなんです。はい。鬼門がここなんです。結局これ3分の1の
今あれで言ってるからね。すっ、おっ、耐えろ、オッケーオッケーオッケー、耐えた耐えた耐えた。ただここも結構早めに行かなきゃいけない。なんなんやってんのマジで。ここをまず抜けてからのスタートという感じですね。行きましょう。ここ。うわあ、の、おいや、すっげえ、何それ、大谷翔平かよ。さあ、行きましょう。ここ。おぶれい、はいはいはい。で、次、ここね。さあ、ここ待ってていいんじゃない。うわあ、もう何やってんの、本当に何やってんの。あれが、攻略の意図がつかめてないもの。ここなんです。あ、待って、ゆっくりいけたな、意外と。はいはいはい。で、ここね。ああ、いきます。うん。あ、いけた。はい、いけた。で、ここ集中していこう。ハミに。で、ここも結構早めに行かなきゃいけません。なんで、ここ結構ある程度の力でいいかもね。上の方行ってたらシュン、うわー、危ねー。で、次ですね。オッケー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 、はい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 。待って、これラストじゃない？来たよ、ちょっとこれゆっくり行こう。あーさあ、ということで、また別日ですね。別日にちょっとこれをやらせていただきます。よろしくお願いします。さあ、しかもね、その別日の僕今夜なんですよ。夜だからちょっとね、なんでこれを撮ってるかっていうと、あの夜にね、あの昼に撮ったデータが全部吹っ飛びました。はい、本当に、うん、マジ最悪です。はい、まあまあまあ、それはね、まあこの動画を見ていただければ、もうこのうまさ、うん、もう何回もやり直したんだなっていううまさがわかると思うので、ちょっとね、はい、見ていただければなと思います。よろしくお願いします。まあね、正直な話、はい、もうこういうことなんです。はい、もううますぎでしょ。うん、はっきり言って、もう正直ね、ここもスーっていけるのよ。はいはいはい。で、この後ミサイル来ますので、ここはこう、ちょっとね、ちょっとジグザグにこう行きつつ、ここ斜めに行く。はい、そういうこと。で、この後が、ブラックホール。はい、ここですね。ここをしっかりと抜けなきゃいけないと。ただこれ右側をこう、ちょっと開けといて、ギュインと行く。で、ここで押さえると。OK。で、ここで押さえつつ、で、ここで、止まる。で、これで上に行くと。で、ここに行く。ここはちょっと早めの方がいいけども、ぶつからないように。OK。はいはいはい。で、ここ最後ですね。はい。もうごめんなさい。もうこれ、ここ一発で終わっちゃうかも。うん。夜一発で終わっちゃうかも。はい。はい。ちくしょさあ、ということで、3回にわたり、続いてきました、この世界で一番難しいゲーム。これにてもう終了したいと思います。はい。もうね、ここで余裕のよっちゃんをかましていきたいと思います。まあそんなこんなで攻略をね、ちょっと皆さんにご教授できたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、ここ一直線に行っちゃって大丈夫です。はい。当たることはほぼないです。ただ油断してるとちょっとダメになっちゃうので、そこだけは注意です。はい。強制スクロールが来て、太陽はここです。太陽はここのところに行った方がいいです。はい。で、そのままこれ行っちゃって大丈夫です。はい。このまま行っちゃって大丈夫です。はい。そしたらこのまま取れるんで、はい、余裕です。はい。で、続きまして、この惑星なんですけど、惑星はここで行った方がいいですね。ここで行っちゃって、止まります。で、次、ミサイル来ます。はい。ミサイルはここはね、こうジグザグ行った方がいいです。ジグザグ行って、そのまま斜めのままこう行っちゃって行った方がいいです。はい。で、続きまして、この、なんだ、ブラックホール。ブラックホールは、右側ちょっと開けた方がいいです。で、ここでギューンと行っちゃいます。そして、止まります。OK、危ね。ちょっと今のは危なかったですね。正直な話。はい。で、このままいっちゃいます。で、これはちょっとね、ストップした方がいいです。で、こういう感じで。はい。で、ここはね、ちょっと意外と慎重に行った方が、あぶね、慎重に行った方が良かったですね。今、多分当たってましたね。で、ここは本当慎重に行きましょう。で、ここも慎重に行っちゃいましょう。
よし、こういうことなんです。これが世界で一番難しいステージ10でございました。しゃーし、よし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 、あー嬉しい、やばくない？うん、めちゃくちゃ嬉しい。だけどちょっと待って、ネクストあんだけど、ステージ11もあんの？これなにこれ、ちょっと待って、ん？ん？はい、ということで世界で一番難しいゲームこれにて終了いたします。ありがとうございました。ということでね、もしね、こういう世界で一番難しいゲーム、今回はサワヤンさんがやってたので今回やりましたけども、もし違うゲームとかでなんかこうコメント欄でやってほしいゲームとかあれば、ぜひ書いていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。あとはね、まあチャンネル登録、グッドボタン、まあ年内登録者数1000人目指しますので、ぜひ、そちらの方もご協力のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ、シャー。